セニョリータバンマです。セニョリータ大須です。1ヶ月に1ヶ月ぶりに畑に来たー。じゃーん。ということで、前回の植え付けからなんと1ヶ月半ぐらい経ってますね。あ、そう、そうなんですか。いや、俺わかんないんで。ごめんなさい、なかったもんね。すいません、ごめん。1ヶ月半なんですね。1ヶ月半ぐらい実は経ってまして、その間、はい、手ほどき何もなし。はいはい。で、ダーシーのお母さんから、大変なことになってるぞということで、はい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 、急遽、今日来ましたよ。とりあえず草がすごいということで言われたんで、うん、早速行ってみますか、畑の方。まあ、もし映像でしか見てないもんね。うん、ちょっと待って、そもそもがまずおかしいのよ。なになになに、その、別に俺関係ないじゃん。いやいやいや、お前ら二人が、ダーシーとね、バンバ二人が勝手にし始めたことでしょ。ちゃいます。巻き込むなと思って、だから今日も、あ、お前らじゃあ畑するんだっつって。うん、って言ったら、いやいや何言ってんのっつって、いや、おしも来るんだよっつって、お、俺もっつって、当たり前だろとか言うから、なんで俺当たり前みたいになっちゃってるのかなって。これはもう This is 新潟の畑ですから。いいですよ。あ、だって別に俺選んでないし、これ食べたいとかやってないし。お前らやってるけど、やってねえじゃん俺。いいよ、早く行けよ。行きましょう。たまげるだよこれ。前回の動画編集したの俺じゃん。はいはいはい、はい。まあなんとなく流れも分かってますよ。じゃあ俺が作っ、はいはいはい、俺作ってないけど、はい、流れは全部分かってるけど、はい、やっぱ肥料食ったっけ、焦げなったんけ。なんで元気はいい。でもどれが野菜だか分からない。どれが野菜だか分からねえって。本毛育つ。ということで、まあ今のね、畑の現状をちょっとお見せしますね。なんだ。ビニールみたいなの普通貼るんで。それね、おかんにね、あの言われたんですけど、あの俺が断りました。あ、なるほどね。はい、いや別にいらねえんだと、我々はいらねえんだと言ってね。でもね、はい、俺すごいなと思って、はい、これだけ1ヶ月半何もしてなくてもちゃんとなるんだなと思って。これでももしかしたら本当普通の農家さんに怒られる動画になりますからね。ひでな、これトウキビ、これトウキビ、こんなにいっちょまいになった。たまげた俺。でも親帰りた、びっくりした。結構ついたな。そうついてる、ついてる。これだろ、うん、それケケのがん、うん、そうこのわさわさのやつ、これで人前だよね。うん、これだけナスだろ。これナス。どれみんな乗ってくんじゃないんだよ。ダーシーさん、これある。おし、ほら見てくれや。いやもう爪やこれ。まだ生えて、やめれいや。お、ひょんでいい感じじゃん。はい。トマト。あ、ほら。トマト。桃太郎。トメト。やば。あと何植えたっけ？あとはまあこっちが、キュウリと。ゴーヤ。ゴーヤね。あ、なんかいた。あったあった、ゴーヤ。ここにゴーヤがいたはず。あ、これだ。これ。え？これゴーヤ。こっちは言われなかったら草と取ってしもて。にするロッチュに嗅いでみっと。あ、ゴーヤの匂いがする。だろ？本気だ。うん。すご。これ何？これキュウリ。あ、これキュウリ？うん。ヒデじゃんキュウリ。あとね、一個忘れてた。バンバンが今踏みつけたね。多分この辺りに、うん、オクラがいた。マジ？これだね。ちょっと葉っぱちげねっけこれ。え、じゃあもう消滅したってことか。オクラ消滅したんじゃね。マジで？出だしで。あ、ほらあった。首引きオクラ。ここにいたんだ。いやいや、どっかそう持ってったろうかな。ちょっとタヌキに枯れたんじゃねえか。ということでですね。確認できたっけ、上がるぜ。ダメだって。おい、カムバック。だし、おい、草取りなんか死んだってこんげりいっぱい育つんだ。カムバック。あんまな、子供だって過保護だと割れって言うねっかや。作業始まるまでにさ、もう8分回してんだよ。
あっちさんのとこ行かないの。指差し確認。よしよしじゃなくて来なさい。まあ今日はですね、じゃあ、はい、まずまあ草取りですね。草取りとこの辺の眼か、はい、ちょっと野菜たちのね、はい、邪魔にならねえように草取りと、あとは支柱を立てましょう。支柱、はい、棒か、棒立ててちょっとね、上にお天道様の方に伸びてくれるように、はいね、後ろの人聞こえてますか。はい、どっか行かないでください。返事ばっか言っちまえでな、本当に。はい、もっとテキパキしなさいよ。チバ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 、ペじゃなくて投げるエネルギーの方使ってんじゃないですか。いや違うんだよ、俺ほら親指いてっけ、 あんまつままんねんて。おっ、あ、おし見て、え、今草も入れたんすよ。たまげたって、何見て、何、土の子行ったかと思った、うん、ほら、おい、いや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 、やばない、これ爪、爪やそれ。これなんなん、うどんこパンチ、うどんこパンチ、急にうどんこパンチ、こんなにある、いやいや、やばもろけますよ、ね、今日すげえな、そんな、なんの、え、これもう積み時でしょ、枯れるって、もうもう、え、もうヘチマみたいなの、それたマジで俺、あ、中核ポロって取れてしまうな。あ、でもキュウリ1匹ほどあるわ。あ、もうできてる、なってる、おっしおっしなってきてる、あ、いや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 、なってきてる、なってきてる、これ1、2、あ、で、いい感じ、いい感じ、いい感じ、なんでこいつだけなんか突然変異が起こったやばいね、早熟早熟だね、早熟だった、こいつら、もしこれがもう成長点止まってるこいつのせいでね、こいつが全部いいとこ持っててしまって、あ、でもキュウリ1匹ほどあるわ、あ、もうできてる、なってる、おっしおっしなってきてる、あ、いや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 、なってきてる、なってきてる、これ1、2、あ、で、いい感じ、いい感じ、いい感じ、なんでこいつだけなんか突然変異が起こったやばいね、早熟早熟だね、早熟だった、こいつら、もしこれがもう成長点止まってるこいつのせいでね、こいつが全部いいとこ持っててしもて、いいですか、草取りは草取り OK、 OK、 綺麗だった。そしたら、はい、次は、はい、ちょっとこういうトマトたち、はい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 、ちょっと寝そべってっかを、はい、起こしてやろう。すげえぞ、すげえなってる、やば、おい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 、すげえじゃん、おい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 、しばっかやな、これどこまで伸びるん、これどれが入り乱れてしもて、どれが芯なんだかもうよくわかんねえ、だった余裕がねえと、だってそれあれだろ、また伸びてがねえろ、うん、あんま血が通わねえなっちゃう、あれ確かに、うっ、ちょっとあれ、うん、いやいや、何だって思ってきて、あ、おいしい、ちょっと来て、うん、トマトね、うん、こういうさ、うん、主力の枝あんじゃん、これ、うん、このね、こういうところに出てるやつ、うん、取ってやるんで、ここに栄養いかねように、あ、よりなるほどね、身に栄養いかせるためって、今でっこなりすぎてもう何が何だか分かんねえなってきてんだけど、まあ、こういうのとかもさ、あ、そういうのね、こういうのさ、こういうの出てきたのね、これ3本のやつの出てきたの、芽かき、うん、言ったこと刺さないとこれ無理やろ、多分これ本当だったらどうなる、何本だ、1本で全部一束いくん、ぽい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 ちょっとぽいぞぽいぞ、あ、いや綺麗だ、ほら田んぼに太陽が映ってほら綺麗だね、ほら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 、いやー夏はね、夏、オーシーはすでにですね5箇所ぐらい蚊に刺されて、軍手つけてるとあのこの携帯が反応しないんで、そうタッチができないんでね、ちょっと取った瞬間だな、軍手取った瞬間に指は今3箇所ぐらいやられましたねで顔1箇所首1箇所です、計5箇所まあブヨにやられてます、やばいですね、虫除けスプレー振ってるんですけど、よし完成だろう。
ということで畑の作業が終わりました。まず草を取って、あと間引きして、あとつるをはわす柱をつけて、あと蚊に刺されて、そういった作業が終了しました。ということで今日見た野菜も収穫できそうなんで、また近々収穫の絵を撮りたいと思いますので、もしよろしければまた皆さん見てください。よろしければ高評価、チャンネル登録、たくさんコメントお待ちしております。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。